私に任せてくれ、ドクター。行きましょう。面倒だな。拙奏剣山。たくあん漬け。各軍少将。オリジニウム鉱脈を乗せた溶岩には絶対に近づかないでくださいね。貴様の生死は私が決める。加減はしますよ。拙奏人オーナロー起立さん。な、遺言の伝達断る。こっち向け。準備は整った。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ご命令は？即刻抵抗をおやめなさい。フッツオナロー起立さん。この血は皮肉躍る感覚、本当に久々だよ。拙奏に油揚げ。遺言の伝達断る。私の武器は誰にも扱えるわけではない。指示を待つ。拙奏に油揚げ。仰せの巻きをつけだよ。そう早く切り油揚げ。俺の処方この薬、悪い奴を更生させる効果がありそうだぜ。たくあん漬け。あっ、拙奏はこちらに。拙奏に今特訓少女。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ご命令は？戦場ではやっぱり切り捨て。たくあん油揚げ。ここは目を離してもいいわ。仰せのまま敵を噛み砕け。奴らの血を特攻少女。さあ、どけ。拙奏に特攻少女。さっさと片付ければ楽に終わる。あれがターゲットか。この程度か。拙奏に油揚げ。たこれで静かになってくれる。拙奏に圧倒ご飯。どけ。これで静かになってくれる。仰せのままに敵を引き壊せ。奴らの肉をすりつぶせ。
ここは目を離して。オルロー、キリッペン！節制してるとは、いざという。私がこの程度で止まると思うね。戦場はこの薬、悪い奴を構成させる効果がありそうだ。はっ！私の武器は誰にでも扱えるわけではない。次は誰だ？さっさと片付ければ楽に終わる。あれがターゲットか。たがこうがあらがおうが無駄だ。窮地は人を磨き上げると言いますが、無理は避けたいものです。